今日もまた源流にやってきました。結構大雨の間なので、もう本当は下の方で流す釣りをしたいんですけど、まあ、ヤマメ釣りしたかったんですけど、もう大雨の影響で大増水で釣りになりませんので、仕方ないので、源流までまた上がってきました。でまたピンポイントの釣りになっていくんですけど、まあ、まだ水多いんで、この間の水量だったらちょっとふわってフライを落として楽しんだりできるかなと思ったんですけど、今日水多いんでフライを打ち込むような感じになりますね。でちょっとふわって落とすつもりで、ループのオプティクリークを7フィート3インチの3番です。これを車に入れてたんですけど、ちょっと今日水多いんで、このロッドはやっぱりヤマメ言わないよっていうようなアクション、よく曲がるアクションじゃないんで、狭いところをこう岩陰から打つにはちょっともっとしなってくれた方がいいんですけど、これはちょっとある程度距離を出して投げる、まあ、こういう高低差がなく、わりかしこうフラットな流れだったらいいんですけど、ちょっとこういうポケットウォーターは、まあ、そんなに釣りやすくはないんですけど、その分リーダーを、この間使ってました、その7フィート、約4フィートの、リーダーですね。かなり短いです。リーダー部分が、このラインの先端から、これぐらいしかありません。4フィートひょっとしたらちょっと切ってるかもわかんないですね、結び替えたんで。でそれにティペットを3フィートちょっとぐらいですかね、つけてます。でフライは14番の、CDC のソフトアクルみたいな感じですね、まあ、オールドフライって言いますか、まあ、100年ほど前にこうスイスで使われてたパターンを参考にしました。この間ちょっと試しに作ってみたら、まあ、反応良かったんでですね、ちょっとまた使ってみようと思います。でちょっとねこれがどうか使いやすさが分かんないですけど、まあ、ただ水が多いと言い方が出てきたりするんで、それを狙ってみようと思います。でちょっと肩からやっていきます。ね、ヤマメのようなポイントを狙ってもあれなんですけど、フライかかるな。本当だったらもうリーダーだけでターンするようなシステムが一番楽なんですけどね。まあこういうとこばっかり釣るわけじゃないんで、まあ今回これでいきます。今浮いてきて加えたんですけど、まあ釣りが浅いですね、やっぱり。まあ浅いところにも出てきてる可能性がありますんでですね、年どころ間違うとドラグかかるから、なかなかですね、あんまり伸ばさないように。この辺にはいないのか、沈んでるのか。ここは見えないな。
で手前を投げます。魚の姿は見えないですね。いないのか沈んでるのか。おっ、来た。来た。し。あ、ヤマメ。うわ。養鶏とまではいかないにしても結構コンディションのいいヤマメがいましたね。源流ヤマメ。ヤマメが放流されてるんでしょうね。これが。お、すごい。源流ヤマメ、きれい。綺麗な山になります。いるね。じゃあ上行きます。場所によってはですね、リーダーが長く、あ、長さが欲しいところ、ここにいたんですよね。一回だけ。水が少ないときはなかなか出てこないし、ね、一回してもらいます。見えない。ここにそうなんだけど、いないのかな。あるなし。
そう、汗で出せた。よいしょ。お、イワナくん連れてくれました。ちょっと黒っぽいイワナくん連れてくれました。ようやく1匹目のイワナ君が釣れました。なんかヤマメかなっていう出方でしたけどね。CDC がびちょびちょ。まだ復活するでしょうか。でこれでギューッと押さえて、ちょっと場所変えて、ギューッと押さえて、ちょっとぐち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 。ほぼ復活。ガッて浮くより若干あのボディとか沈んだ方がちょっとアンカー効果があって安定するんですよね、流れ方が。うわーごめん。うわー、ちっちゃなヤマメがいました。源流ミニヤマメ、すごい。めっちゃ綺麗。ちょっと ね、まだまだあのよく曲がる帯に慣れてるんで。ヒップがもう全然この曲がってくれないというか、戻りもすごく速いんで、ラインの負荷が足りないんで打ち込みにくいんですよね。ちょっと試したところ、ライン出して前でロールキャスト打ちみたいな感じでプレゼント、それが一番やりやすい気がしますね。ラインをちょっとドリフトの分だけライン出して、ロール。手元のラインは張らないように気をつけた方がいいみたいですね。3秒ぐらいはね、これビュンとやってしまうと伸びるから、フライの近くには、ラック入るけど、どうかな、微妙な感じですね。これは打ち込みでやってみようかな、まあ、どっちでも出るときは出るんですけどね。いないわけはないんだけど、簡単には出ないのか。じゃあちょっとあれだな、岩の横のちょっとしたたるみを、緩いループで精度が
出るかどうかが。これはもう本当振り込まないようにして投げるけど、掘った掘ったか。ヤマメですよこれは。よし、源流ヤマメ。おお、再び。もうなんか出方からしてヤマメって感じだったですね。この辺はヤマメエリアでしょうかね。いや、以前のように大きなイワナとかはあんまりいないのかな、この辺は。なんか秋のあたりにいましたね、この山ね。源流山の。なんか少し錆びかかってるような感じもしますね。まだ早いでしょうけど。サイズもどのぐらいかな、24ぐらいかな。ナイス、源流ヤマメ。あれ、さっき飲み込んでる。ほい。ちょっと暗い。じゃあリリースしてあげましょう。Thank you。 上はちょっと流速が速そうだな。またヤマメでしたね。やっぱ流れがあるとこはやっぱヤマメですね。意外とでかい。でかいな、でかい。おお。ゆっくり。すごい。長さはなかったけど、すごいでっぷりしてますね。フライは最初のタイプのやつに戻しました。
ボディが黒っぽいやつ。CDC でソフトハクルみたいに巻いたものです。一回ターンさせるともうダメなんですよね。この間手前にいたんだけど、絞れればもうアンカー打ってからやるんだけど、さあ、よし、でかい。よし、今日は食ってくれた。よっしゃ。まあでかいと言ってもまあ25センチぐらいかな。おお、やっと釣れた。ほとんど左が見えないとこを流してるときに出ましたね。27センチのイワナでした。リリースします。ありがとう。めっちゃゆっくり食ってくれた。これぐらいですね。リリースしたぐらい。でかいやつは釣られちゃったのかな。姿が見えないですね。